事実上の導入断念となりました。 JR 九州の青柳俊彦社長は与党のプロジェクトチーム検討委員会に出席し、フリーゲージトレインの九州新幹線長崎ルートへの導入について現時点では困難と述べました。安全性と経済性の両面から課題があるとして計画の見直しを求めました。 JR 九州が事実上の導入断念を表明したのは初めてです。フリーゲージトレイン導入を目指していた国の計画変更は避けられない事態となりました。今後の選択肢は佐賀県にとって800億ともされる追加負担を伴う全線フル規格化や在来線の幅を広げるミニ新幹線、またリレー方式の固定化が検討されることになります。